はようございます、釣り子 TV です。これ気になっていたですね、ジャッカルのピクピク65っていうことで、ね、これがね釣り具屋さん店頭に並んでいたので一つ買ってきてみました。でね、ああこれ人気出そうだからしばらく買えないだろうなと思ったらね、結構ね東大元暮らしで一番近所のねタックルベリーに普通に並んでました。結構なんだろう、プロショップみたいなね感じのところだとね、すぐ売り切れちゃうような感じじゃないかなって思うんで、あタックルベリーいいねと思って、これ以外にもねあのデプスのねブルジューターとかね、あ小さいサイズで、ね、あれっていうのがねいっぱい並んでて、案外ね最近ねタックルベリーのね入荷状況目が離せないって、まあまあまあそんなことはいいんですけど、まあということで、価格はですね1628円っていうことで、ピクピク65ライブリーワカサギっていうね、カラーを買ってきていました。裏にはねこんな感じの説明書きがあるんですけども、今年はねフィッシングショーとかね、あまあ釣りフェスティバル、そういったのがなかったので、普段だとねああいった展示会で今年の新作ルアーなんていう感じでねよく見たり触ったりできてたんですけども、初めてこれかと思ってね、動画でしかね情報はねないですからね、それでいいルアーだな、なんか一個買ってみたいななんて思っていたら、そういう感じでね売ってました。パッケージはねこんな感じ。じゃあね早速開けてみますか。ジャッカルなんかパッケージがねかっこいい感じのか、なんかモデルによっていろんなねパッケージねありますね。はい、これでこう出して、はい出てきた。あこれ手にしてみるとね、雑誌とかで見てたけど思いのほかへの字なんですね。への字ってこんな感じね。あーそっか。でそのピクピクをなんだろうプラグでやってどうなんだろうって思ったんですけど、これこうしてみるとね、このプラスチックならではのこのクロームカラーっていうか、キンキラキンなこのねキラキラしたこのカラーっていうのはやっぱプラグじゃないとね出ないですからね。まあ最近はね綺麗な塗装付きのワームとかもねいろいろありますけども、感じってのはやっぱプラグならではだなっていうのとね、トリプルフックが2つついているから、ね、これはこれでいいなと思って、あでこの頭のとこにも愛ついてるんですね。まあ、ピクピクなんで基本はこの愛にねラインを結んでピク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 ってするルアーなのかななんていうふうに、思いますけどもね、どんな感じのルアーなのかちょっとね説明これもねちょっと見てみたいと思います。ですね、水面での一点シェイクで瀕死の小魚を演出する。従来その調法はワームが主流で緻密なセッティングとバランスを要するものでした。ピクピクは今までの常識を打ち破る水面での一点シェイクを可能にした新コンセプトプラグです。計算されたアイポジションとウェイトバランスにより従来ワームの難点であったセッティングを排すると同時にルアーの前進や左右への移動を抑えた一点での誘いを再現、唯一無二の水面波動がバスの捕食本能を強く刺激しますということで、まあ水晶タックルはね6.6から7フィートのウルトラライトからミディアムライトクラスの竿ということで、ラインは PE0.4 から 0.65 にリーダーを力 1.755 40センチ程度取ってくださいということで、まあだからリーダーはそうですね、この太さだとまあ4ポンドから7ポンドぐらいまでっていうことになるんですかね。1点での誘いを可能にするラインアイがこの背中のこのアイですね。そして水面でのフッキング率を大幅に向上する2フック仕様っていうことですね。でこれはねラインアイではありませんっていう感じでね、後ろの説明書きにもこう書いてあるんですけども、ね、ラインアイではありません。これ何用アイなんだろう。あ2つくっつけるとかな。
なんだろうこれ、すごい気になるな。ジャッカルの動画とか見たら、これ、わかるかな。ね、ちょっと謎の多いプラグなんですけども、画前使うタイミングとしてはこれからのタイミングですよね。スポーニングが落ち着いて、こう、元気のないバスが、ハフっていう空。そんなタイミングにあのピクピクの釣りって聞く印象があるので、こっからね4、5、6ぐらいがね、画前効いてくる釣り方じゃないかなっていう印象があるピクピクの釣りですよね。でそこからね、あのバスも体力を回復すると、いよいよねもうちょっとあの激しいね派手なトップウォーターとかにね果敢にアタックする季節になるんじゃないかなと思うので、まああとはこの感じなんで、まあ亀山ダムなんかで言うと、そうですね、タイミングによってあの夏の暑い時とかにワカサギがあの窒息してというか、まあ酸素がねあれでなんか水面でね瀕死の状態でピク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 ね漂っている、そんなタイミングで、まあ通常だとあの水面のね、ピクピクの釣りで、沖でこうほわ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 いい波紋を出してると、でっかいバスがねガバーって食ったりね、そんな釣り方はだいたい夏から秋ぐらいまでね聞いたりしますから、そういった意味ではまあだいたい春夏秋の終わり頃まで3シーズン楽しめるルアーなんではないかななんてね。まあ近年はね、冬場の虫の釣りなんていうのもね、画前注目が集まってるんで、そういった意味ではもうオールシーズン遊べちゃうジャンルなのかもしれないんですけども、一番まずは第一の出しどころとしては、これからまあスポーニングが終わった瞬間ぐらいのタイミングとかね、もう早くもねスポーニング終わったバスは、なんだろう、バックウォーターとかね上流域に現れ出したりしてるかと思うんで、そんなまあちょっとね疲れちゃったなんていうバスを弱々しいベイトを演出して、食わせる、そんな時もねこれはがぜん効くんじゃないかなと思うので、でまあ名前から分かる通りに長さは65ミリっていうことで、でウェイトは3グラムっていうことみたいですね。結構軽めです、3グラムで、タイプはフローティングだよなんていう風にね、書いてあるんで、まあねちょっとあそこやあそこってね、まあピクピクの釣りは好きなんで、そこにこういうプラグを入れてみたらどうなるんだろうっていうのねすごい気になるんで、一つでこういう感じで買ってきてみました。でね開封してみたらまあこんな感じ、面白いですよね。このへの字ですからね、どういった感じになるのか、ね、やっぱりこの愛気になるな。なんかもしこういうことだよってね知ってる人いたら、ぜひねコメント欄とかで教えてください。最近あんまりね釣りの動画とか見てないんでね、あんまりねちょっと勉強不足なんですけど、まずはね釣り具屋さんに並んでいたんで一つ買ってきてみましたということで、はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ジャッカルのね機体の謎のプラグ、ピクピク65、これを買ってきてみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。